多分現代って基本的に何か語るだとかあるいは何か議論するっていうのは伝統的には弁論術のやり方なんですよディベートですよね。それって基本的に議論そのものではなくって周りの人にどれほど影響を与えるかとかあるいは感情的にどれほど好感が持たれるかとかですねそうしたものが非常に大きく働いてそうすると議論する以前にある程度その人が不評の人だとですねもう議論の方向が決まっちゃうとかですねそれ変えるってのはほとんど難しいという うん、まあデジタルテクノロジーというかまあ動画文化というかですねそれが主流になり始めてるというか本という形で私たちが何か読んでそしてそれを例えば学ぶだとかっていう形ではない形でもっと直接的な形で語りかけるあるいは直接的な形で例えば議論し合うみたいなものが非常に強くなり始めるとですね炎上だとかですね論破だとかそれがずっと続くっていう可能性があって哲学的な形でそれに対抗できるかどうかで非常に大きい問題かもしれない。